どうしてもボールを投げるときにですね、肩が痛くなったり肘が痛くなったりしてしまうと、でもそれがなんでそうなってしまうのかわからないし、どういうふうに治せばいいかわからない、そういう方に向けてですね、この動画を作りました。この動画を見ていただくことですね、肩だったりと肘が痛む原因と、じゃあそういうふうにどういうふうに対処していけばいいのかっていうのがわかるようになりますので、今回も一緒にやっていきましょう。今回はですね、肩肘の痛みに対する原因と対処法です。なので一緒にやっていきましょう。はい、どうした。今回ですね、肩肘の痛みの原因と対処法といったところでお伝えしていきたいと思います。腰の方もですね、肩が痛くなったり肘が痛くなったりするんですけど、なんでそういう風になるんですかとか、どういう風にしたらいいですかってこういう質問を結構いただくんですね。なのでこの動画を作りました。肩肘、痛みがあったりとかする、いろんな原因があります。いろんな原因があるので、そこを分かりやすいものから今回はかいつまんでお伝えしていきたいと思うんですけれども、大きく原因としては2つですね、2つあります。どちらとしても、フォームだったりとか姿勢だったりとかいろいろあるんですけれども、例えばもう骨自体にも影響が及んでしまっているパターン、骨だったりとかいわゆる関節軟骨、ネズミとか野球肘とかって言われるやつですね、リアル性骨軟骨炎とか、あとはもうフォームの状態によって、筋肉だったりとかが痛むパターン、そう、軟骨だったり骨とかが削られたりとか挟まったりする痛みのパターンと、筋肉だったりとかそういったところが負担がかかって痛みが生じるパターンという2つに分かれるんですね。そうで、結論を変えてしまえば、骨にも異常がある場合ですね、投げ方どうこうの前に、そう、もちろんフォームは改善必要です。なんですけど、その治療だったりとか手術だったりとか必要なんですね。そう、なんでかというと骨が削れちゃったりとか、かけちゃしまったりとかそういったところが生じちゃうので、そこは治療は必要ですよと。筋肉に対してはその骨の位置を元に戻す、保守療法、整復ってものですね、骨の位置を元に矯正するものだったりとか、フォームのところで修正するんですね。そう、なので、まずその2つがあるよっていうのをイメージしておいてください。で、なおかつその上でですね、その肩、肘っていうところで、どういうことが多いかというと、肘はですね、結構筋肉のパターンと、その軟骨のパターン結構多いです。そうで、軟骨のパターン、いわゆる野球肘っていうところではあるので、もう軟骨がちょっとひび入っちゃってるとか外れちゃってたり剥がれちゃってると、そこはもうオペの適用だったりします。あとはやっぱりその肘の前後ですね、特にこっちの方の下の方はですね、結構筋肉が張りやすかったりするので、そこがパツッと張ってると、ここの肘の方に伸びてる筋肉たちなので、引っ張っちゃうんですね。そう、筋肉が硬いと骨を引っ張っちゃうんで、そこで痛みが生じやすかったりとかします。なのでそこのストレッチだったりとかはめちゃくちゃ重要ですよ。で、肩に関して言えば、すごく多いのがやっぱり肩の骨の位置がずれてるってところです。それはもう日々の生活だったりとか、姿勢だったりとか、こういうパソコン作業多かったりとか、携帯いじってたりとか勉強してたりとか、骨の位置はそもそもずれやすいんですよね。そう、前にずれる人が多いです。だから肩の前の方痛いよっていう人とかは結構前にずれちゃってる可能性が結構高いんですね。そういう場合に関しては、まずは骨の位置を元に戻すというところは大事になります。そういうところですね。こっちに関しては、オペの場合と、筋肉のところ、肩の方に関しては、元に戻したいというのが必要になります。じゃあそれを踏まえてですね、どういうフォームでだと肩肘が痛みやすいのかってところです。はい、なのでですね、今回はですね、その肩肘の痛みについてですね、結構種類が違いますよってちょっとお話をしました。結構情報が結構細かかったり、骨だったりとか筋肉とかいろいろあったりするんですね。そう、なので、その痛みの状態によって実際に見てもらうか、自分で治療する、施術するか、ストレッチングで対処するかっていうところはまず決めておいてもらえたらいいかなっていうふうに思います。で、次回ですね、この動画の次はですね、その投げ方についてですね、肩肘が痛みやすい投げ方、痛みにくい投げ方、こういったところについてもお伝えしていきたいと思いますので、これちょっともう一回イメージしていただいた上で次の動画を見ていただけたらと思います。じゃあ明日ね、この同じ動画で続きで配信していきますので、はい、ですね、この動画は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。